フィアメッタ・ウィルソンの肖像をフィアメッタ・ウィルソンはイギリスの天文学者。1916年に女性としては初めてイギリスの王立天文学会フェローに選ばれた。フィアメッタ・アージントンは1864年7月19日にローストフトのヘレン及びカイエス・ワージントン夫妻の娘として生まれた。父は内科及び外科の療法を行う医者で自然科学に強い関心を持っていた。 引退後、父は、顕微鏡を用いた、科学研究に勤しみ、フィアメッタにも周りの自然環境を研究するよう、進めた。フィアメッタは、家庭教師に教育を受け、ドイツとスイスの学校で学んだ。フィアメッタはイタリアで、音楽教育を受け、ギルドホール音楽学校で教員及び、弦楽オーケストラ指揮者として、働くようになった。教育や指揮のみならず、作曲にも携わっていた。 S.A. ウィルソンと結婚して、フィアメッタ・ウィルソンに改名し、そのすぐ後に1910年に天体物理学者、アルフレッド・ファウラーの講義に出席するようになってからは、フィアメッタは天文学に関心を持つようになった。あまりにも天文学に熱中しすぎて、社交生活も音楽もほぼ金繰り捨ててしまったという、経歴の全期間を通してウィルソンは極めて勤勉であった。 流星を一目でも見ようと、それだけのために6時間も曇り空を見るというような観察を行っていた。ウィルソンはイギリス天文学協会に入り、エーグレース・クックと流星部門のディレクター代理として活動した。会員として、ウィルソンはオーロラ、王道校、水星、流星を観察してデータを観光した。研究を進め、自分の情報の正確性を担保するため、 樹木に邪魔されずに宇宙を観察できるよう庭に木のデッキを設置した。このデッキをウィルソン自身は止まり木と呼んでいた。ウィルソンは観察の途中で非常に苦労をしたと言われている。第一次世界大戦の際には研究のために懐中電灯を使用しているところを見られドイツのスパイと誤解されて巡査から逮捕すると脅されたこともある。 セッペリンが近所を爆撃している時すらも観察を続けていたという。1910年から1920年の間に約1万個の流星を観察し、そのうち650個については経路を正確に計算した。1913年にベストファール彗星が地球を通過するところを発見した。多くの論文を刊行した後、1916年1月14日に、 王立天文学会のフェローに選ばれた。フィアメッタは初めてこの学会のフェローに選ばれた4人の女性のうちの一人であり、この時に友人のエーグレース・クックも一緒に会員になっている。フィアメッタはフランス天文学協会とアントウェール・ペン天文学協会の会員でもあった。1920年7月にフィアメッタはハーバードカレッジのエドワード・シー・ピッカリングフェローに 任命されたが、同月、任命されたことを知らないまま亡くなった。フィアメッタはダンスと、外国語の勉強が好きで、イタリア語、フランス語、ドイツ語が話せた。動物好きで、常に犬を飼って、手元に置いており、乗馬の才能もあった。ウィルソンは、旅行に熱心で、イタリアで数年過ごした後に、カナダやアメリカ合衆国をも訪れている。 天文学に関心を持つ前は雑誌に多数短編小説を執筆していた。ありがとうございます。